ロベルト・ロセッティは、イタリア、ペチェット・トリネーゼ出身のサッカー審判員である。イタリア語、英語、フランス語を話すことができる。対話型の審判として知られ、試合の序盤では笛を吹くたびに選手に声をかけて、判断基準を示す。イタリア北部のクラブであるインテル、AC ・ミランに甘いとして、中部のクラブである AS、ローマやフィオレンティーナのファンから批判されることがある。 セリエ C、セリエ B の審判を経て、1998年4月19日にナポリ対サンプドリア戦でセリエ A デビュー。2006年から2009年まで4年連続でセリエ A 最優秀審判賞を受賞している。受賞回数はピエル・ルイジ・コリーナの7回に次いで2位である。2002年1月11日にチュニジア対カメルーン戦で国際大会デビューし、 その後、fifa コンフェデレーションズカップ fifa ワールドカップ uefa チャンピオンズリーグ uefa 欧州選手権 fifa クラブワールドカップなど数多くの国際大会で主審を務めている。2009年にはベルギーで制作されたドキュメンタリー映画リフェリー知られざる。サッカーの舞台裏に出演した。2010 fifa ワールドカップ決勝トーナメント1回戦。 アルゼンチン対メキシコ戦でオフサイドであったカルロス、テベスのゴールを認める誤信をしてしまい、フィファのゼップブラッター会長がメキシコに陳謝することとなった。帰国の途についた彼はその後現役を引退しセリエ B で更新の指導に当たることを明らかにしている。ドイツ W 杯ではグループリーグ3試合と決勝トーナメント1試合で笛を吹いた。UEFA 欧州選手権では グループリーグ2試合と決勝トーナメント2試合で笛を吹いた。南アフリカ W 杯ではグループリーグ1試合と決勝トーナメント1試合で笛を吹いた。ありがとうございます。